はい、こんにちは、サルウィンです。暑い。安い。私が使っているアーケコンの紹介をしていきたいと思います。おさまりきらん。反射がめちゃめちゃそうだしね、これ。まあ、使ってるのがファイティングエッジ、ジンでいいんですよね、これね。刃と書いて。ちなみに箱がめちゃめちゃでかいんだけど、映んないね。俯瞰して撮ってるんですけど、やっぱ堀さんのね、これ全然映んないじゃん。 どない、めっちゃ俯瞰して、三脚を手に持ってますけどね。まあ、とりあえずむしろ本体こんな感じね。本体ね。箱どうやって、まあ箱別に見せる必要ないか。一応ね、はい、こんな感じ。ちょっと酔ったらこれね。アーケードアーカイブスシリーズらしい。対応してるかなんとか。よくわからん。一応まあ PS4 と、パソコンどっちでも使えるよっていうシリーズですね。で、正直ね、これ、ちょっと比較画像入れる編集とかで。ほとんど映らんからな。で、これね、思ったんですよね。最初に、まあ、ネットで、まあ、購入したんですけど、紹介ページ見たときに、これが、今、こんぐらいの幅なんですけど、これがね、すごい短い感じに見えたのね。角度によるのかわからないし、あとなんかこの上がアルミなんかな？鉄板みたいな感じになってるんですけど、これが、すごいなんかね、なんていうのかな？正直あんまかっこよくないというか、あんまりなんていうか、味気ねえなっていう。やっぱなんかいろいろあるじゃないですか、デザインがね。デザインがいろいろあって、なんかやっぱそのね、例えばまあ、ストリートファイターだったらストリートファイターのやつが、ロゴっていうかなんかいろいろ入ってるみたいなやつが、かっこいいなみたいな思ったんですけど、これね、いいですね。めちゃくちゃいい。シンプルなんだけど、なんかね、すげえ味があるというか、めちゃくちゃいいですね、これは。で、まあ実際操作的な話なんですけど、揺れる。まあやっぱ多分一番重要なのは多分ここなんだよね。結局、十字キー。だから最近はパッドの人も多いみたいですけど、やっぱ私はやっぱもうね、ゲーセンに慣れたせいで、これでしかもう確認できない体になってしまったんですけど、これはね、だいぶいいですね。緩すぎず、硬すぎずというところですかね。まあそこそこいい感じ。まあベストかと言われると、際どいけど、しかもゲームセンターでやってるものと比較しても大差ないというか、違和感はなく遊べています。まあ、こだわる人によっては、なんかなんつったっけな、名前忘れちゃった。なんかめちゃめちゃいいやつ。なんつったっけ、敏感じゃなくて、戦慄じゃなくて、なんかそういう、まあそういう感じの、日本語を、ローマ字にしたような名前のやつ。なんだっけ？敏感みたいなやつ。精密だ！精密！ 精密みたいなやつがあって、なんか一度ね、取り外しして、レバー付け替えることもできるらしいんですけど、まあとりあえず私はこの状態でやっていこうかなという感じですね。で、ボタン配置も気にならないっす。一応ここにスタートボタンがあったりしますね。オプションボタンだけど。で、このね、PS ボタンはよくわかんないんで、触ったことがないっす。多分プレステじゃないと意味がないのかな？わかんないけどね。で、ちなみにここがパカッと開くようになってるんですけど、ちょっとわかりづらいかな？ここにコードをしまえるのが入ってて、これなんだ？これよくわかんないね。全然わかんないで使ってるけど。まあ、基本的に使うのは、このね、レバーと、まあ、多分説明書的なのがあったかな。まあ、このボタンね。3つボタンと、まあ、L ボタンね。まあ、3つボタンっていうか、強いて言うなら、ああ、まあそうだね。よく考えたら。まあ、基本的にプレステ準拠なのかな。四角、三角、バツ、丸、R1、R2、L1、L2 みたいな。そんな感じになってるね。で、まあ、オプションとか、スタートボタンね。正直ね、これね、だいぶ使い勝手はいいです。まあ、ただ私は、かわいいガラガラ。ちょっと風邪気味なのかな。まあ、机の上でやっちゃってるんで、こんな感じでね。まあ、置きながらやってるんですけど、椅子に座りながらね。
格ゲーの大会とかだと、アケコンって結構膝の上に置いたりするんですよ。だから、膝の上に置くから安定しないと困るから、結構重めのデザイン。確かこれがね、3.5キロぐらいあるらしくなって。まあ、ただ3.5キロっていうからね、そんなに重さ感じないんだよね。ただ、長時間膝の上に置き続けたりとかすると、ちょっと重い、疲れが出るというか、やっぱ足にダメージが蓄積してくるのかなっていう感じはしますが、まあ、やっぱりその分安定感はあります。だから動きづらいと思う。ガチャガチャしないというか。で、ただ、一応ね、デメリットね、買う前にいろいろ調べたんですけど、まあ結構皆さんの意見いろいろありまして、やっぱこのね、上が鉄板アルミなんで、冬場は冷てえとか、寒いぜ、みたいな、とかいろいろあるんですけど、あと裏面ね、裏面が、よいしょ、アウチ、こんな感じだね。まあ一応、あ、これ初めて見たの、裏面。こんな感じなんだ。まあ、若干、別にでも、ここがそんな、なんか、なんていうのかな。あ、やべ、レバーが レバーすぎるじゃん。それ読めない。これ、なんていうの、プラスチックかな。プラスチック。なんで、まあ、でもそこまでかな。なんか、冷たい。この裏面、要は膝の上に置くから、冷えたりするとかっていうね、ことも。ちょ、待って、今、横にボタンついてた。初めて気づいた。待って、映るかな？ 知らなかったんだけど。確かにいろいろアケコンってついてるやつあるよね。ここになんかついてたわ。あ、全然映んないわ。びっくりするから映んないよね。シェアボタン R3、L3。あとなんか DP、LS、RS ってやつが今 DP にあってますね。で、アサインがオフ。ターン、ツアー、トーナメント？なんかいろいろあります。へえ、ちょっとこれ後で 調べていこう。知らなかった。知らんっていうのがいっぱいあったな。それを勉強してから動画撮ればよかったな。まあ、とりあえず今回は一応使用感、まあどんな感じなのかっていうね、ちょっとしたレビューなんで。まあ、詳しくはあとはね、私のストリートファイター5の、まあ、詳しくはつってもあれなんですけど、まあ、私がちゃんと動かせてるかどうかぐらいの判断はできるかなと。一応、頭で思い浮かべた動きは一通りできてる感じですかね。基本的にもう、パッドみたいに、やりたいことが、脳の伝達が即伝わらないみたいなことは多分なくて。まあ、やれることはやれてるみたいな感じですかね。なんで、こいつはずっと私の相棒にしていこうかと思うんですけど、ちなみに、まあ、金額的には、まあ、2万円ぐらいです。若干安くなってたのかな。私もともと多分2万2千円か2万3千円ぐらいなんですよね。多分定価。税抜きだか税込みだかちょっと忘れちゃったんですけど。なんですけど、それが1万9千円ぐらいになってたやつを、私がパソコンを買った時に、溜まったポイントを使って、ちょっと安く買いましたっていう感じですね。まあ、なかなかね、スタイリッシュ。本当ね、何より、やっぱ最初に届いた時に感動したのが、あ、思ったより横幅あるっていう。もっと短いのかと思ってて、なんかダサいというか、形なんか悪いなっていう。でもこれね、ちょうどいい横幅なの、これ。わかるかな？まあ実際、結局レバーとこのボタンあるから、もっとだから実際確かに必要で言えば、そんなまただまあ膝に対するフィット感とかもあるからね。こんぐらいの幅、だからすごいね、いいなと思った。だからその時買うかすげえ悩んだの、これ。なんかあんまりやっぱり、なんかデザイン的にちょっとしっくり来ねえな、これっていうか、あとなんか短くねってすげえ思ってたの。だけど、届いたら普通に長くて、まあ一応ね、実践は多分、その商品説明とかに書いてあったのかもしれないけど、さすがにその ね、いちいち何センチとかっていうのもやらんからね。まあやった方がいいんでしょうけどね。いや、本当でもね、かなりいいです。なかなか本当いい買い物をしたなという感じですね。なんで1万8000円分であっという間に元取れるぐらいね、使っていこうとは思うんですけど、まあ一応ね、ここで宣伝ですけど、毎週木曜日、金曜日の午前10時から、一応ね、友人とですけど、まあこれは友人とのやつなんですけど、友人と大体2時間ぐらいずつ、ね、対戦動画を上げてます。対戦動画というかね、対戦配信やってます。あとは一応、
ただね、あんまり私の視聴者さんにストリートファイター5やってる人がいないんであれなんですけど、そうね、あのバトルラウンジで対戦していくみたいなね、配信もやっていこうかなと思ってるんで、うん、もしね、やれるっていう方がいらっしゃいましたらね、ぜひぜひやりたい、ね、やりたいですとかね、やらせてください。むしろお前は鍛えてやろうみたいな感じで全然来ていただけるとありがたいです。一応私はあのガイルと、ブランカ結構メインで使ってますね、ストリートファイターは。一応ね、ためキャラがやっぱりね、ためキャラばっか使ってたんで、基本的にコマンドキャラはそんな得意じゃないです。コマンドが入力下手なーで。まあ言うてなんですけどね、コマンド使うからね、ブランカとかもね、今。うん。あ、その辺は、おいおいという感じですかね。はい。一応そんな感じでね、今回はね、今回って言っちゃったけど、ファイティングエッジ、ジン。名前違ったらごめんなさい。の紹介でした。いかがですかね。まあ結構ほんとね、まあ、実際ちょっと他のやつを、アゲコンを、私は買ったことなくて、まあ一応友人の家とかで使ったことはあるんですけど、まあひどいやつだと、まあ多分使い込んでるせいもあるかもしれないけど、あのね、ガバガバになってくるよね、多分レバーが。でもそう、だから結構ね、しっかりしてる、レバー。ここは本当にレバー多分重要、一番重要と思うんだよね、やっぱ、格ゲーやる上で。ボタン、確かにボタンも、多分押してからの、多分その、伝達速度みたいな、多分いろいろ、このね、アケコンとかコントローラーによって違うと思うんですけど、まあ基本的に即反応だよね。まあ、てかむしろ即反応してくれなかったらすごい困るけどね。うん。まあ全然違和感ないですし、普通に強ボタンとかもちゃんと動くんで、まあ問題はないかなという感じですね。押し応えも別に、うん、違和感ないですけど、むしろ結構ね、アーケード感があって、とてもいいです。まさにアケコンというか、うん、そういう感じがしますね。はい。都道拳。はい。そんな感じです。昇竜拳。はい。そんな感じですかね。なんか言わせるってことないかな。まあ、ちょっとね、横のボタンとか、まあね、アケコンいろんなのついてるけど、ね、てかこれ私、シンプルすぎて何もついてないかと思って、すいません、そこは本当申し訳ないっていうね。ああ、これね、この動画撮ってよかったな。うん。裏面と横面ちゃんと見る機会ができてよかった。そういうとこだぞっていうね、説明書とかね、昔から読まないからね、私ね、そういうとこよくないからね、まあ、やりながらやりね、てか、なんかもうね、手っ取り早くやりたい人なんだよね、そういうとこだからね、まあまあ、でもそういう人にも向いてるんじゃないかな、これね、うん、ほんと、ただつなぐだけなんで、コードつなぐだけですから、基本的にはね、うん、ただ、あとあれだね、一応、私、Steam のね、PC 版の方で、ストリートファイターやってるんですけど、最初はまず、なんていうのかな、この設定ね、アゲコンの設定をするところが若干、最初ね、戸惑ったから、そういうのももし需要があったら動画化しようかなとか思ったんですよね。一応、あとはなんかフルスクリーンをウィンドウ画面にするとかね。まあ、一応、その辺は、おいおい考えていきましょう。そういうわけで、お疲れ様でした。よかったらね、皆さんもね、参考にしてみたらいかがでしょうか。まあ、ピンキリですけどね、本当に、アゲコンは。でも、多分、やっぱいいやつを買った方がいいと思いますよ、ある程度。やっぱり5000円とかのやつとかで多分ね、まあ、しっくり来ないんじゃないかなっていう。多分、ストレスになりそうだからね。だから、ある程度、やっぱり、このぐらいのやつを買うのがいいのかなっていう気はします。高いともっといいのあるみたいですけど、まあ、多分、実際、これね、かなり評価良かったんですよ。一応、ネットのやつですけど。なんで、実際、私もそれに恥じない的なのかなって、結構、推したい。まあ、あんまりね、他のアゲコンを使い込んでないから、そこまで参考になるかわからないんですけどね。うん、よかったら、どうぞというわけで、お疲れ様でした。バイバイです。